ラハティ交響楽団は、フィンランドのラハティ市、シベリウスホールに本拠を置くオーケストラである。1910年に設立。1949年にラハティ市の管轄に入る。1988年に主席指揮者に就任したオスモ・バンスカにより、オーケストラ活動が活発になる。レパートリーの中心である。 シベリウス作品のレコーディングは高く評価され、フィンランドの一地方オーケストラから国際的なシベリウスオーケストラへと変貌した。世界で初めてシベリウスのバイオリン競争曲や公共曲第5番、公共詩、エンサガなどの初行版による演奏を録音している。バイオリン競争曲の CD は1991年に A グラム本賞を受賞、公共曲第5番よび公共詩 エンサガの CD は、1996年に、同じくエーグラモフォン賞と、フッツ、カンヌクラシカルワードを受賞した。1999年に初来日し、金沢、大阪、東京などで公演した。東京では、4日間にわたりシュベリウスの公共曲全曲演奏を行い、公共曲第5番の最終版に加えて、初公番による演奏も披露した。 ラハテ市の中心地にあるフェリックス・クローンホールを本拠地としていたが、2000年3月、市の中心から徒歩20から30分ほどのベシアルビにシベリウスホールが完成し、新たな本拠地とした。2003年2006年に再来日し、雑誌、音楽の友市場で2003年のベストコンサート第1位に選ばれた。2008年から2011年まで、 ユッカ・ペッカ・サラステが主席指揮者を務め、2011年秋以降、オッコカムが主席指揮者兼芸術監督として活動している。2016年秋のシーズンから、ディーマス・スロボデニュークが主席指揮者に就任する旨発表された。シベリウス作品のほかカヤヌスやラウタバーラの作品を録音している。また、1992年以降楽団の レジデンスコンポーザーを務めるカレビアホの公共曲、管弦楽曲の録音を行っている。シベリウス生誕150周年にあたる2015年に東京と札幌で公演。東京ではシベリウス公共曲全曲演奏を行った。ありがとうございます。